今日はですね、まあまあまあ、どうぞこちらに、どうぞこちらに。何ですか？今日はですね、抜き打ち、おほちゃんのランドセルの中身&筆箱の中身紹介です。やだ、ええ、やだ、嬉しいです。なんかしほちゃんのランドセルさ、最近全く紹介しなかったよね。1年ぐらい見て、約1年ぐらいさ、中身チェックしてなかったよね。いや、前したっけチェック。去年ね、去年なんだよ。去年の12月ぐらい、わかんないけど、約1年、ほぼ1年。わあ、今年はまだしてない。4年生になってから1回も多分してないです。やだ。なので今日はちょっとしたいと思ってカメラを構えてました。抜き打ちなので、ありのままのランドセルちゃんを。やだ。はい、じゃあちょっとね、あ、ちょっとね、カメラの電池がないので変えます。こんな感じでよろしいですかね。よろしくお願いします。はい、じゃあ、あのね、ちょっとママが今ね、あの名前だけ、ランドセルの名前だけはマステを貼りました。今貼りました、これ。あの、これね、今、あ、今貼りましたので、おしごの見せなくてもね。それアピールしなくていや、だって本当抜き打ちだからね、それアピールしとかね。あー、知る。はい、じゃあ見てみましょうか。何そのルンルンなの？別にルンルンじゃないけどさ。ねえ、リミ、うん、リミちゃんは何してますか？これ一回、あ、この前スクラッチダイソーで買ったやつ。もう、じゃあ紹介します。はい、じゃあね、まず横が、あのね、うん、あ、それなんか前もか、あ、それ前もなんかつけてなかった？3年生の時から。これね、1年ぐらいずっとつけてて、ね、でね、リミとお揃いでね、クレーンゲームで撮ったやつ。壊れちゃったの。そう、なんか1年経つとちょっと色が黒くなってる気がする。黒くなってます。あと、結べなくて。あ、本当だ、結べなくて黒くなってます。でもちゃんと1年間ずっとついてるね。ちゃんとついてます。で、次にこっちでね、うん、成田さんで買ったお守りが、あ、そうだね、なんかストラップとかキーホルダー、キーホルダーを持ってくと怒られるって思ってた。でもみんなつけてる。みんなつけてる。結構ジャラジャラつけてる、ね、めっちゃジャラジャラつけてる。へえ、やっぱそうなんだね。ここにね、うん、ここにめっちゃジャラジャラつけてる。ああ、そこね、うん、っていうかさ、そこ防犯ブザーさついてたのにさ、なくなっちゃったね、いつの間にか。やばくない？ちょっと いざとなったら声で、声か、出ないかもしれない。こわ、人間ね、恐怖がね、恐怖心がすごいと声って出なかったりするんだって、うん、まあいいや、とりあえず防犯ブザーはちょっと用意し、もしかしたらつけましょう、また。はい、ということで、ランドセルは生涯終わりです。ええ終わり？まだでしょ、始めてください。ランドセル生涯って外側だっけ？中だよ、中、中も見せてください。ランドセルの中身なので。本当に汚いからね。はい、こちらです。入ってますか？運べてみます。え、こんな感じです。はい、はい、じゃあ中身、まず一番上には、うん、筆箱が入って、はい、で最後にね、この筆箱の中身もチェックしたいと思います。ついでに、で、今日がバラバラ、あの、前紹介した時めっちゃ綺麗に届いてたと思うんですけど、最近、あのね、3年生までちゃんと届いたんですよ。言い訳タイム、言い訳タイム。なんか面倒くさくなっちゃって。まあそういうもんですよ。はい、リミちゃんなんか2年生からすごいですから。大丈夫ですよ。ね、リミさん。うん、リミちゃんの、ね、ランドセルね、ランドセルの底にいっぱい紙入ってるから。ね、リミちゃん。今も入ってるから大丈夫です。で、名前だけごめんなさい、見えないようにお願いします。じゃあこれダメじゃん。国語、あとドリル、算数ドリル、うん、あと地図帳、うん、地学、漢字、計算、引き出しじゃないわ、名前、下敷き、あ下敷き、はい、ファイル、ファイル、
何のファイルそれ？なんかプリント？違う、なんかね、うん、透明じゃない真っ白い紙を入れるのが好きなの。へえ、あ、真っ白い紙入ってんの、そこに。そこにめっちゃ入ってます。へえ、あとクラブの紙とか。あー、なるほどね。終わったやつ。あとこれ漢字と、うん、道徳、あ、でも体育のノート、体育、算数、うん、国語、なぜか2枚、新しいやつ、予備でいっぱい入ってるね、今日。算数で、これが連絡袋、うんうん、プリントとか入ってるやつ、算数のノート、ノート、あと予備の下敷き。え、まだなんか入ってる。新聞紙と。え、それ何の新聞紙？え、これ習字のやつで、もし忘れた時に、もし忘れたというか、あ、なくなっちゃったね。あのね、これね、切ってあるから、こうやって。あ、これが一つでいっぱいになったら使おうと思ってずっと入れてるやつと、と算数ドリルの答え。あ、使ってないんですけど。以上ですか？めっちゃ汚くない？え、でも普通じゃない今のところ。そうだよ。あ、それで、うん、皆さん知ってると思いますよ。私がティッシュが大好きなことは知っているでしょうか？はい、もちろんいっぱい入ってますよ、ね。上のところを見てください。はい、うわ、やば。うわ、1、2、3。あ、4パック。今日4パックですかね。4パックも入ってる。え、ポケットそれだけ？ティッシュだけ？うん、そうだよ。ほんと？ほら、見て。あ、ごめん、リミ。ほんとだ。あら、綺麗じゃん。え、嘘、綺麗の方。じゃあ、チャックリンを見てみましょう。チャック何もないでしょ。チャックの中。チャック、あ、家の鍵ですね。それはじゃあ閉まってください。マイ鍵と。あ、カラボ、え、綺麗じゃん。何も入ってない。綺麗の。じゃあ鍵さ、忘れないうちにちゃんと閉まっとこう。え、綺麗じゃんね、リミ。綺麗。やばくない？リミのランドセルと大違い。ありがとう、嬉しい。何がそんなに嫌だったのか、エコさんの。え、教科がバラバラだったのが嫌だったの。あ、この並びが、うん、そんなの綺麗に並べてたっけ、前。前並べてた。そうなのか。国語が一番上で、算数、うん、で、理科社会だったの。でも理科社会は学校に落ちたから、いつも国語が上だったの。ああ、なるほどね。で、教科書、ノート、漢字、漢字だったの、うん。なるほど。何のノートが一番綺麗に書いてるか、見せてもいいの？いやー、一つだけ。国語とかは嫌だ。算数はいいじゃない？算数はいいよ。じゃあ算数はいい。でも嫌だ、算数も嫌だ。チラッとだけ見せて。嫌だ、もう嫌だ、嫌だ、嫌だ。しほちゃんの算数です。どう？チラッ、こんなチラッ、いいだけ。嫌だ、嫌だ、本当に嫌だ。まあでも、新しいノートだから2、3ページしかない。古いノートもあるよ、一応。と、見せたくないんだったら見せないでもいい。漢字はこれ。丸ついてる。花丸。丸ついてます。あ、花丸ついてます。こんな感じ。でもノートはね、前も見せて。で、そう、見せただっけ？前見せた。で、先生のさ、なんか一言とかも書いた。はい、あれ綺麗じゃん。志保さん。ノート汚いわ、やっぱり志保。本当？ランドセルめっちゃ綺麗じゃない？綺麗、嬉しいね。ねえ、しほちゃん。ありがとう。筆箱。待って、筆箱めっちゃ綺麗だね。前、いつ紹介したかね。でも前紹介した時はこの色が違ったんだよね。濃いピンクでした。見てください、薄いピンクになりました。薄いピンクのこのなんかスーツケース。濃いピンクの写真、こちら。あるかな？あら、あるかな？はい、じゃあお願いします。え、本当に甘いんですけど、見せたくないんですけど、ちょっと見せますね、うん、いきます。汚くないですか？でもこんなもんじゃないの。まず鉛筆が1、2、3、4、5、6本入ってます。あの前7本あったんですけど、なくしちゃって1本追加でちょっと黒いやつを。ああ、そうなんだ。やってるんですけど、キャップは全部魚ロメなんだね。そう、一つなんか相変わらず一つついてないんだけど、キャップ、うん、あれ、キャップまたなくしたかな。すぐなくすんです。あ、あったあったあった。取れちゃうんだね、それね、キャップ。
取れやすいよね、うん、はい、で鉛筆がまず6本、はい、あ、消しゴム見せたくないんだけど、一番見せたくない、消しゴム本当に見せたくない、なんで汚い、さすがに汚いですねずっとこれだってカバーがないからそれは汚くなりますよね。リミットお揃い。ああ、そうなんだ。ほら、これよく消えた？消えてる。大丈夫？うん、全然消える。次に赤、青、鉛筆、ルーラー。定規。ルーラーって何？定規ってこと。英語で。ちなみに今日習いました。覚えたけど。ペン。なんでこれこんなにいっぱい？マッキーペンと、うん、あと絵のペン。これマッキーじゃないけど。マーカーペン。え？マッキーじゃないじゃんこれ。プロッキー。プロッキーだそうです。プロッキー。プロッキーでいいのかな。あとこれ4年生のね絵の検定があったんです。その時ペン書きで使ったボールペン。あ、3年。それも入ってんだ。うん、3年生の時も一応。これで合わせ3つあります。汚っ、うん、あ、汚い、付箋の中に入れると汚くなるんですよ。そうだね、なんで付箋入れてるの？付箋使ってるよ、よく。でも中身は綺麗だからね、周りは汚くても。え、何に使ってるの？何に使うの？何に使うのって。付箋はさ、ノートとか教科書とかに印つけたりさするの、するんだ。そうだね、うん、あとなんだっけ、あ、行目がなんか英語でなんだっけ、潰れてる、釣れちゃった。こちらのホッチキス、ホッチキスも入れてるんだ。友達に貸したときにね、なんか潰しちゃったみたい。あ、ほんと、うん、そうだね。あと、わ、なんだそれ、鉛筆削り。おお、それも黒目なんだ。ほら、ほんとだ、めっちゃ汚くない？汚すぎて。リミとお揃い。あ、リミもお揃いなんだ。これ見せたくないんだけどさ。どれ？私はメモ好きなんです。なんかすっごいね、なんか付箋を貼ってメモしてたんです。一日の流れだって。余計なことをやらないと一日の流れって何それ？余計なことをやらないって何？自分へのあれ、目標目標立たってる。常に、あの完璧な子でいいよって、天才な子でいいよっていうこと。余計なこと。真面目ですね、しほさんは。見せたくなかった。本当に見せなかった。あと見えますかね、鉛筆のパーツ。汚くないですか？まあしょうがないよね、これはたまるよね。使ってるからね、うん、やっぱギョロ目なんだね、相変わらず。久しぶりに見たけど汚くなかった。あ、片付けていいですか？はい、いいですよ。ほんとさ、うん、あ、消しゴムユレイサーです。甘い出しました。今日英語の授業あったの？そうだよ、1時間目にあった。そっか、うん、汚いので汚く入れました。あのね、でもこれあれでしょ、ボンボンこう入れられるのがいいんでしょ、この筆箱はいいところ。でもこのペンはね、なんかポケットに入れてるの、うん、どれ？こうやって。あー、そうなんだ。ちょっとちゃんと立ち位置も決まってんの。立ち位置？この子はここにしまおうみたいな。あー、立ち位置ね。立って入れてんの？立たせて入れてんの？うん。どんな風に入れてんのか、最後に片付けた後の綺麗な筆箱の並びを見せてください。じゃあ、あー、なるほどね。こんな感じです。ここに、うん、あの、ここにね、うん、置いて、うん、ここに消しゴムでしょ、うん、で、ここにペンとか定規、うん、細長い分類があって、うん、で、ここにペン、うん、ペンのね、じゃあね、ここにペン。あ、なるほど、こうやって、ね、あと、ここにメモがあるの。ごめん、ここにメモが、あ、こっち側はメモね。あ、両方に編みついてるの、これ。そうだよ。へぇ、いいね。だから、うん、ハサミとか入れるんだったら、うん、ポケットにしまいたい。そっかそっか、そっかそっか。ハサミは別に、ハサミやお道具箱、お道具箱の方に入ってるから、ね、使わないんですけど。はい、はい、以上で す。はい、というわけで今回はね、ママにランドセルの中身&筆箱の中身を抜き打ちされました。ボタンとチャンネル登録お願いします。それではバイバーイ。
帰り。ねえ、ひみちゃん、座って。あのさ、帰ってきた早々悪いんだけどさ、筆箱見てください。どうしてんだ？筆箱抜き打ちチェックです。今日暑かったね。うん、暑い。超暑い。超暑かったね。あれ、足りないじゃん。帽子取っていいよ。暑いから。うん、涼しい。うん。やっぱお家は涼しいよ。ねえ、クーラー入っちゃうからね。じゃじゃん。じゃあランドセルをちゃんとしまって。はい、じゃあリミちゃんの筆箱はこれだったね。うん、入学前にね、紹介はしてるんだよね。あの、足かゆいんですか？ね、うん、足かゆいの。痛い。どうして？重い。重いから。体重が重いから。何で足痛いの？ランドセルが重い。ランドセルが重いからか。そうだよね。はい、じゃあ入学してからずっとこれを使ってて、うん、丸3ヶ月ぐらい経ったね。4月、5月、6月ちょうど今7月の頭だから丸3ヶ月ぐらい使いました。さあ、超汚い。中はどうなってるでしょう。汚くない。じゃあ見てみようか。お名前だから見せましょう。じゃあ開けてください。オープン。鉛筆買いました。このぐらいまでいった。この辺汚くない？うん、汚いね、レミちゃん。すごいよ、お筆箱になってね。お筆箱、お汚いって書いて、お筆箱、お筆箱、うん、汚い。こんな感じだね。鉛筆は5本で、名前ペンとガランとジョギ。これ名前書くの忘れた。本当？で消しゴムだね。まあ至ってあの普通のものだね。裏は？裏？うん。裏何も入ってない。何も入ってないの？うん。裏は綺麗だね。何も入ってないから。うん。めっちゃ綺麗。ピカピカじゃん。裏は何も入れてないんだ。うん。どうですか？もう慣れた？手箱。もう慣れてる。慣れた？うん。あ、リミ名前くれる。カチコチに固まってる。やっぱりリミちゃんの筆箱、お筆箱だね。お筆箱。汚いって書くんだね。ねえね、うん、鉛筆に名前書くの忘れた。書かなきゃ。はい、じゃあ名前書き終わりましたか？はい。はい、じゃあ OK かな。はーい、OK でーす。はーい、OK でーす。少し後でさ、筆箱を拭いた方がいいよ。拭いてもね、取れなくて。ダメ？でも超一生懸命拭いたんだけどね。うん。この隙間とかに入っちゃってさ。ダメ、取れないんだ。取れ。うん。取れもしない。とは言えない。うん。まだ？おーにーりみみり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 みみり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 みみり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 みみ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 みじゃあね、バイバイ。バイバイ。